ああ、やっぱり。ここなら花火が一番よく見えそうだよ。入って大丈夫か？悪いことしなきゃ大丈夫なんじゃない？どうしたの？アイゾは。何が？別にどうもしてないぞ。そう？ならいいけど。やっぱり場所変えよっか。キャンプファイヤー近くで見た方が楽しいかもね。我慢すんのか？花火？別に俺は。それだけじゃなくて、お前、私に対して他にも我慢してんじゃないのか？どうしてそう思うの？別になんとなくそうなんじゃないかなと思っただけで。へえ、よくわかったね。やっぱり我慢してんのか？何を？ひどいな、アイゾワン。それ、俺に言わせたいの？じゃあ俺の質問に答えてくれたら、さっきのちゃんと答えてあげる。どうしてそんなに俺のことが気になるの？それは別に意味なんか。どうしてって言われてもわからない。わからない。ねえ。ねえ、知ってた？こういう時相沢って嘘しか言えなくなるんだよ。何言ってんだ、勝手に。相沢、どうしてそんなに赤い顔してるの？別に赤くなんか。緊張してない？してない。ねえ、相沢こそ我慢してない。ごめん、いじめすぎた。我慢してるよ。我慢してたよ。どうしてなんだよ。なんで薄いなんかと。全然わからん。お前なんか変態だし、ムカつくし、相変わらず私の前走ってて、そういう顔してからかうし、お前のせいだ。落ち着いて。こんなゲームしなきゃこんなこと気づかなかったのに、本当はずっとお前と手つないでたかったんだよ。セクハラするかと思えば急に離れたり、本当は何考えてんだ、わけわからん。なんでこんなドキドキしなきゃならないんだ。なんで離れると寂しいなんて思ってしまうんだ。なんでこんなに私はお前にだけ混乱させられてしまうんだ。薄いのアホ、なんでこんないつも絡んでくるんだよ。本当ずるいよね、愛沢は。俺にどれだけ我慢させたら気が済むんだろう。相沢にいつも絡んじゃうのは、面白い反応を見たいから。普段は強気な会長が不意に可愛く笑うから、びっくりしたり、見てたら面白いけど危なっかしくてハラハラしたり、何が我慢してるのかと言われたら、いろいろありすぎて一言じゃ答えられないけど、例えば今だって。俺が今本当に考えてることだけど、好きだよ、アイソは。お前なんか嫌いだ。さすがにずるすぎるよ、アイソは。薄いのアホ。